こんにちは、秋葉人です。家電量販店の売り場を見ていると市場の変化がすごく見えてきますよね。一眼の売り場がどん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 大きくなっていったかと思うと、ビデオカメラコーナーがだん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 と縮小されて寂しい結果となってます。しかしそうなってしまうとビデオカメラ市場がやばいことになってきますよね。なんか突破口が必要です。去年ソニーがこちらのCX720V と PJ760V を投入して、この空間手ブレ補正がものすごくいいということで話題を呼んで、おやおやすごいぞと盛り上がっていたところも記憶に新しいところですが、その時に話していた話題は来年どうなるってことだったんです。今年ソニーが投入してきたビデオカメラがこちらです。HDR の PJ790V です。それでは開封をしていきたいと思うんですけど、内容物に関してはだいたいもうね変わり映えがしないので、今回はサクッといきたいと思います。まず出てくるのが保証書、取扱説明書、箱の中はこんな感じです。フード、電源ケーブル、リモコン、モフモフ、 AC アダプター、 HDMI ケーブル、USB ケーブル、バッテリー、バッテリー、ステップダウンリング、そして本体です。健太くんありがとうね。本体がこちら、じゃじゃじゃーん、はい、出てきました。戻ってきました。それでは詳しく見ていきたいと思います。まずバッテリーなんですけれども、今回も V 型のバッテリーを採用されました。このバッテリーが仕様変更されなかったのは本当にね良かったと思います。もうそろそろかなって思ってたんですよ。2009年に発売されたこちらの HDR CX520 の時は H 型のバッテリーというのを使ってました。翌年2010年に発売されたこちらの HDR CX550 の時にバッテリーの仕様が変更されて、今の現行の V 型バッテリーという形になりました。この V 型バッテリーっていうのは前のタイプの H タイプには使えるんですね。しかし H タイプのバッテリーはこの V 型には使えなかったんです。ほとんど同じ仕様なのに、このね爪があるでしょ、引っ掛ける爪、これがね若干違ってたんですよ。それではまんなかったっていうことがありました。今年2013年モデルはどうなるのかな。もしかしたらバッテリー変更がされて今まで持ってた資産がね使えなくなるとかっていうのが起こるのかなと思ってたんですけど、無事に V 型バッテリーで本当安心しました。去年ものすごく話題を呼んだこの CX720V や PJ760V、 今回はですねこの 720V は事実上なくなりました。残念です。前回の CX590 という機種が今回 CX630 という機種になり、プロジェクター付きとなしの2種類が販売されるようになりました。このカール・ザイスのレンズを搭載したものっていうのは今回この790V の1機種になりました。今回のソニーの空間光学手ブレ補正については、この790そして630、その下のですね CX430 にも搭載されることになりました。630の空間光学手ブレ補正ユニットっていうのはこのね790と比べて 20% ぐらいちっちゃくなってるんですよね。レンズも G レンズになってます。そして430っていうのは 40% もユニットがちっちゃくなった形になってます。これもですね手ブレ補正が同じように効くのかと、色のりですよね、色の作りが同じようになるのかっていうところがですねものすごい比較の対象になるかと思うんですけれども、今年の売れ筋はもしかしたらちっちゃくってね、しかも空間光学手ブレ補正のある 430V がかなり強いんじゃないかと思います。この PJ790V を取り出すと一番初めに目につくのがここ、このポロッと出てきたマイクユニットです。今までのタイプっていうのは必ず内蔵型になってたんですけど、これだとね指向性を取るため、例えばくっきり音声にして指向性を取ろうと思った時に結構電子式にいろいろいじんないといけないですよね。このマイクユニットを表に出すことで意外といろんな操作がしやすくなります。
今まで外で撮ってた時に風の音ボボボボボボボっていう風の音ですよね。これも電子式にローカットをしたりとかで防いでいたんですけど、このように表に出てくればここにモフモフをはめることでね、電子式ではなくアナログ式にはなるんですけど、その方がね意外とクリアに撮れたりするんですよね。今回付属品でここに取り付けるモフモフもあります。正しくはウィンドウスクリーンっていうみたいなんですけど、僕はなんかモフ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 って呼んでます。このマイク部分っていうのはなんかね取り外しができそうな感じもするんですけど、これはね完全固定になります。今回ソニーがこのマイクユニットの部分を外に持ってきたっていうのは結構ねチャレンジだと思うんですよね。しかもなぜか左側についてます。こういうでっかい業務用に近いカメラっていうのは必ずマイクユニットってみんな右側についてるんですよ。それはなんでかっていうと、これでね視界を奪われないためですよね。こういう風に構えた時に右目でファインダーを覗いて左目で被写体をね動きとか周りの様子とかを見てるわけなんですよね。なのでこのマイク部分が左側につくとものすごくね邪魔くさいんですよ。それで業務用のやつはみんな右側についてるんです。だけど今回のソニーはこのマイクユニットを左側につけてきました。これねおそらく通常の撮影の仕方はこのようなポジションになってくるかと思うんですけど、まあモニターを見ながらね撮影してきますよね。その時にねこんだけ小さいとマイクユニットがまず邪魔になることがないということと、被写体のセンターに限りなく近いのでより臨場感を出すことが可能なんではないでしょうか。この空間光学手ブレ補正のユニットだとか、それから画素的な問題ですよね、これはねほとんど変わってません。ただ前回の760とこの790で劇的に違うのはこのねプロジェクターの部分なんですよ。760の方では中で撮ったものしか投影できなかったんですね。で明るさも20ルーメンだったんです。今回は35ルーメンということで結構明るく映し出すことができるのと、この内側に HDMI の入力端子があって、例えば iPad とつないでその iPad で表示させているものを投射することができます。これはねかなり便利に使えるかと思います。前回の 720V のこのシューアダプターっていうところがですね専用の形をしてました。2013年モデルからはマルチインターフェースシューになってます。今まで持っていた資産ワイヤレスマイクだとかそれからガンマイクだとかそういうものに関してはですね変換のアダプターをかませれば使うことができます。ただし今後発売されるこのマルチインターフェースシュー対応のアクセサリーについては前回の機械では使えなくなります。これはちょっと残念ですね。今回このソニーの 960V の投入っていうのは一眼動画ではなかなかできなかったことを全部こっちではできますよということの主張だと思うんですよ。例えば集音にものすごく力を入れたり手ブレ補正にものすごく力を入れたり、それからコミュニケーションツールとしてこういうプロジェクターを搭載させていろんなものをねみんなで楽しもうよっていうことがすごく伝わってくるんですよね。また撮影に関しても誰でもが使えるようにと、もう録画ボタンを押したらすぐきちんと撮れますよ、暗いところだろうが明るいところだろうが何でもいっちゃいますよっていうのはもうこのねビデオカメラの強みですよね。参考になりますでしょうか。ではまた。